どうもあさんです。今日なんですけど、パチンコで負ける人がよくやる行動について話していきたいなと思います。このチャンネルなんですけど、約10年パチンコで生計を立ててきている僕が無料で有益な情報を発信するチャンネルになりますので、ぜひパチンコスロット好きの方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やってますので、ぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。早速本題に入っていきたいんですけど、パチンコでよく負けてる人がよくやる行動について話していきますけど、僕は過去よく負けてる人でした。ちなみにミゲル君は負けてる人でしたが、まあその経験を生かしてどういう行動をやってたんやろっていうのを見返した時に、まああるね行動っていうのが見えてきているので、まあそれについて話していきます。一つ目、すぐに持ち玉を現金に変えてしまう。これね、僕も過去にめちゃめちゃやってたんですけど、例えばね、2万円入れて、で、玉がブワーって出た時に、とりあえず一旦自分が今なんぼ買っとんか知りたいと。わかる。で、2万円突っ込んで、じゃあ2万5000円返ってったら、あ、5000円売ってるから、5000もうちょい売ってみようかなみたいな。いや、安心を得る。そうそう。それはマジでやめた方がいいですね。で、これまあ、10日交換の場合は、まあもしかしたら別に、そんな悪くないと思うんですけど、やっぱり動画効果の場合でも、やっぱ端数ってあるじゃないですか、お菓子とか。そら増した方がいいと思うんですよ、僕は。それもやっぱ、結局、チリも積もれば、みたいな感じでお金にかかるので、動画の場合でも僕はチョダマをすることをお勧めします。で、基本的にやっぱ僕お菓子とか何ももらっても、結局全部返すんで、店に。いらないです、みたいな。ああ、確かに。これはほんまにやめてください。これマジでようやくとしとる。あ、じゃあ、ミゲル君、二つ目。上のデータランプあるよ。あれのグラフを真剣に見てる人、盤面見ずに、上のデータを見て立ち回る人、もう目線でじゃなくて、まあけど今はそういう人おるやん、データで買ってますよみたいな人おるからさあ、いるんですね。いや、おるやろ、おるらしいから、まあそれはそれで、まあ俺もその否定するあれもないけど、まあ俺とか、まあミゲルはボーダー理論に立ち回ってったから、まあ理解はしがたいような。まあそうですね。なんか3つ目は自分の家の近所のホールに行く人。まあこれは一例を除くというか、たまたま自分の家の近くに有料店がある人は、そんなことはないと思うんですけど、まあやっぱりけど、なんでそのパチンコ屋に行ってるんですかって、聞いた時に、自分の家から近いからって答える人はよく負けてる人の、考え方なのかなと僕は思います。やっぱり僕も過去見返した時に、基本的にやっぱ自分の家から近いお店にしか出向いてなかったですね。僕はその当時はもう決まったホールにしか行ってない。その理由はなんでそこに？あ、単純に近いから一緒かと、なんか感覚的に話そう。まあけど今もパッと思ったのが、俺この店空気好きやわとか、なんか落ち着くわとか、可愛い店員おるとかね。そうそうそう、はい、それじゃやっぱ負ける人やな。負けますね、そうやねんな。俺も当時な、可愛い店員おって通ったけどな。まあとか、まあ、売ってる時とかにその台やめたいって思って売っとんやけど、たまたま隣に座った女の人がすごい綺麗な人で、横ちらって見たら、このシャツのこの隙間ぐらいからちょっとこう、なんていうかな、まあ肌着がお見えになってらっしゃって、それをもうとんでもなくこう右目に全てのこの力を集中させて、もうそれを見ようとしすぎて気づいたら4万負けてましたそんなパターンないやん。そんなないやん。でこれ見てる方はね、もうとにかくそれ気をつけてください。横に美女来た時は大体ハニートラップなんで。ハニートラップなの、はい、それ店からの刺客なの。そうです。そんなやつ俺だそんなんないやろ。4つ目、デトン。デトン出んの、あの店出とん。あの店出んの。まこれ言う人やな。出る出てないはもう稼働率次第だね。まあ、葛藤した人は使わんから、確かに使わんかもしれん。あの店回るんやな。うん、俺はやっぱそうやな、よう負けとう時は出とん使いよったわ。あの店出んやろとか結構普通なマジな顔して言いよったから。だけどやっぱ未だにやっぱさ、飯食いに行ったりとかしたらさ、隣のテーブルでさ、どこどこの店ほんま出るよなとか、いやあの店出んやろとか話聞いとって、未だにやっぱこう情報発信させてもらっとうけど、やっぱなかなかこのパチンコスロットのリテラシーって上がらんねやなって、こう思い知る瞬間でもあるよな。5つ目、
5つ目は自分が行きたいタイミングでパチンコ屋に行く人ですね。やっぱり僕とかもそうなんですけど、自分のタイミングではあんまり行かないんですよね。例えば暇やからパチンコ屋に行こうとか、そういうのがあんまないんですよね。基本的にやっぱそれはお前はパチプロやから、パチンコに当てる時間いっぱいあるから当たり前やんけって思われる方もいるかもしれないんですけど、基本的には僕はそのパチンコ屋に合わせてる。例えば A グループの店が特定日やったりとかしたら、そのパチンコ屋に合わせて僕が行くんですよ。 B 次の日が B グループが特定日やったら、次は僕がその B グループに行く。基本的にはパチンコ屋の動きに対して僕が合わせに行くんですよね。で、よく負けてる人っていうのは自分の動きにパチンコ屋を合わせるんですよ。基本的にやっぱ空いた時間しか打てへんから無理やんけと思われる方いるんですけど、その空いた時にじゃあその日一番強い店、一番いい店はどこなんやっていうのを考える方がまずいいかなと思います。間違いないです。結構明日急に休みって言われたら調べる時間結構短くなってしまうかもしれんけど、ある程度その情報をこう持ってたら1時間もあれば大体店決まると思う、そんないらんと思うけど。確かに明日この店行こうって大体決まると思うんで、そこをまず頑張ってほしいかな。打ちたい台がこれなんやとか、そういうのを決める前に店選びを頑張ってほしい。だからまとめると、5個目は自分の都合に合わせてパチンコ屋に行く人プラス店選びをおろそかにする人や、だからほんまにパチンコで勝つためには僕はほんま8割9割店選びが大事だと思うので、そこ集中するべき。6個目は離席する人。基本的にパチンコスロットっていうのは回る台を掴んでなんぼっていうのが基本なんですけど、スロットやったら設定、パチンコやったら釘が大事やねんけど、基本的にはその考え方で言ったら、その回る台、設定入ってる台を分回してなんぼやから、もう1回転でも多く回してなんぼなんですよ。パチンコで言ったら1回転回すごとに5円入ってくるとか、7円入ってくるとか、10円入ってくるとか、そういう一応考え方なんですよ。スロットも一緒、1回転回せば何十円入ってくるみたいな考え方なんですけど、これが期待値理論っていうやつなんですけど、せっかく掴んでるのに全く分回さへん人おるから、基本的にはやっぱ分回し、1回転でも多く分回す、その意識がやっぱ負けよく負け通しとはその意識がないから。で逆に全然回らへん台を分回すし通しもおるから、逆に金持ちっすよ。マイナス何円をチャリンチャリンチャリンって店に入れとるだけだから、それはそういうことですよね、パチプロと呼ばれる人はプラスになる台を1回転でも多く分回す。だから僕が結構昼飯行くって言った時に、昼飯行くんやみたいな結構コメントがあるんですけど、そこの期待値もあるし、僕は人生の期待値も込めて昼飯は行くんですよね。長い夢で見たら昼飯食べた方がいいと思う。プラスね、昼飯抜いてまでも打ちたいってなるような台最近あんま掴んでないですよ。そう、いや、あったな。あったっすけど。あったけど、俺は体の管理の方が大事。だから僕昼飯を抜くことはできひんから、タバコをやめたんですよ。タバコで数時間で多分1日にしたら何分ぐらいあるやろ、喫煙者やったら2、30分もあるんかな。その時間はほんまに僕の中ではもったいないなと思ったから、全面禁煙化になる前にタバコをやめた。ただ昼飯はやめるのは無理やったって感じやな。俺若い時はな、全然飯抜きでやっとったけど、今は無理。家族がおるからな、体を壊されへん。じゃあ7個目、これじゃあ最後にします。ハマってる台を永遠と売ってしまう人。こんだけ俺が自分の金にはめたんやから、もうこれは出すまで気が済まんみたいな人。違いない。これはもう昔俺もやったけど、自分もあったっすよね。沸点が軽い人っていうか、やし、なんかめっちゃハマっとう台見つけたら、もうそろそろ当たるんちゃうかと思うんですよ。そうやな、その考えはやばいな、ゼロ回転だろうが2000回転だろうが一緒やから、当たる確率は、だからその考えは大事かな。いまだにやっぱな、ハマってもうすぐ当たると思うんですけどみたいな、あるけど、それはな、簡単に言ったら319個箱の中に卓球が入っとって、卓球の球が入っとって、1回引いてハズレの球を捨てるんやったらハマった方がええわ。確かに。けどそれパチンコの場合戻さなあかんから、引いても戻して319個の卓球の球がずっと箱の入っとう状態やから、0回転でも1000回転でも常に319分の1から1個引くみたいな、
永遠にハマるっていうことはまあありえるはしないですけど、うん、そうやな、いつかは当たるんやけど、うん、結局俺がじゃあ例えば2000回転の台見つけて、おっしゃ今から2000もハマっとうから売ったろうって座ったら、俺からしたら0回転やから、うん、常にその考えができとったらまあ大丈夫かなと思う、うん、だからそのハマっとうからもうすぐ当たるかもみたいな考えの人は絶対負ける傾向にある、うん、こんな感じで、まあ、負けてる人の特徴を話させてもらったんですけど、まあ、まだまだね、ほんまにいっぱいあるんですよね。なので、まあ、コメントとかで、まあ、教えてもらったら、またね、まあ、そのコメントで、まあ、面白い動画が撮れるかなと思ったら、またまとめて、動画にさせてもらおうと思います。まあ、今日の動画が参考になったよって方は、最後に、高評価ボタンよろしくお願いします。今日の動画は以上です。では。